国は木の葉隠れの里。そこに実刑に一族を滅ぼされし少年内葉佐助の姿があった。ひとときこそ安寧を過ごすも、復讐の道を歩むため少年は闇へと流れ、ついには兄内葉イタチを制するに至る。されど他の言動は全てが虚実。真なる敵は木の葉にあった。か細き憎しみの種火はやがて第四次忍海大戦の大火へ。開かれた大戦の門、戦場へ向かうその最中、内葉佐助は予期せぬ姿を瞳に捉える。それは現世によみがえりし兄の姿。時を経てわだかまりから解かれた二人はついに兄弟へと戻り、そしてなすべきことを成したイタチは光へ消えた。俺はお前をずっと愛している。ただ一言、真実の言葉を弟に残して。見つけた。水月、それに十五か。探したよ、本当。で、今さらお前らが俺に何の用だ。わざわざ俺を探してまで。それがそのすごい巻物をオロチマルのアジトで偶然見つけちゃってさ。見て見て見。な。すごいでしょ。これだ、全てを知る人間。とりあえず会わなければならない奴ができた。誰？オロチマルだ。はぁ、何言ってんの。オロチマルは君がぶっ倒したじゃん。あのしぶとい男のことだ。あれくらいで消え去るものか。十五、そこの女を連れてきてくれ。こいつ、カブトがさらっていた木の葉のくの市だ。樹院にはオロチマルのチャクラが流し込まれている。それを逆に利用して奴を呼び出す。ちょっと待ってよ。オロチマルを復活させるなんて危険すぎるって。無視か。解除法院。くらえ。まさか君たちの方から、私を復活させてくれるとは。あんたはまだサスケを狙っているのか。どうか知らねえ。僕がやろうか。終わりだ。受けてみな。甘い話。まだまだやれる。おちょくられてるよ、サスケ。
このままぶっ倒したのよ。ほら、寂しいこと言うじゃない、水月。すみません。お前は目覚めるエントン、サノーカグッチ。オロチマル、あんたの考えは分かっている。上出来だ。あとよろしく。すっきりしたぜ。オロチマル、気は済んだか。もういいのか。肩慣らしだしね。この程度でいいわ。それに戦ってみて分かった、以前とは少し違うよね。さて、オロチマル、あんたにやってもらいたいことがある。そんなこといちいち説明しなくてもいいわ。あの子の中でずっと見てたから。彼らに会ってどうするつもり？俺はあまりに何も知らない。奴らに全てを聞く。そんなこと知らなくてもいいじゃない。君はまだ子供なんだから。そうじゃない、今はもう子供じゃない。子供ではいられない。そもそもの始まりは何だったのか。俺はどうあるべきであり、どう行動すべきなのか、全てを知り、自分で考え答えを出し、己の意志と目でなすべきことを見据えたい。今のあなた、悪くないわね。いいわ、協力してあげる。ついてきなさい。場所はどこだ？あなたもよく知っている場所よ。さあ行きましょう。木の葉の、それも一葉の神社の地下にこんなとこがあるとはね。さて始めるわよ。その巻物に書かれている術を使うにはこの面が必要なの。これを使い、四季風神の死神を己に憑依させ導き出す。そして死神に封印されているものを解放すれば。準備なさい。あとは銃、あなたのチャクラを使ってサスケから奴らを外に出しなさい。そうすればトビがサスケの感触につけていた絶望、そのチャクラにこうして表へ出てくるはず。彼はあの4人を呼び出す生贄となってくれる。江戸天聖の術。さあ来るわよ、すべてを知る者たち。先代のおかげたちが。これが初代ほかげ、忍びの神と謳われた千住柱間の本物か。これは一体どういうことだ。
我々を封印していた式風神の術、おそらくはそれを解いたのでしょう。そしてその後江戸転生を。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。貴様、また江戸転生の術か。わしの作った術をこうやすやすと。今回は少し事情がありましてね。彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺は内葉佐助、あんたたち火影に聞きたいことがある。なんと佐助か。三代目イタチになぜあんなことを。もう知っているようじゃな。あんたの口から聞いておきたい、イタチのすべてを。同胞を皆抹殺し、反乱を止め、それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。わしにお前を里で守ることを条件に出してな。やはりそうか。初代火影、あんたに聞く。里とは何だ、忍びとはそもそも何なんだ。イタチは、兄は木の葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。己が死んでまで守ろうとする里とは一体何だ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何だ。あんたの言葉を聞いて、本当のことを知ってから自分で答えを出したい。木の葉に復讐するのか、それとも。木の葉へ復讐だ。それをこのわしが許すとでも。扉間、指を下ろせ。わかった。ガッハッハッハ。いやー、すまんすまん。さて、里についてか。もちろん話してやってもよいが、ちと長くなるぞ。いいえ、できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。どういうことじゃ。今は戦争中です。内浜だらが復活し、この世の忍びを消すつもりで動いています。確かに、ここから二次の方向、何やら強いチャクラを感じる。二代目様のおっしゃる通り、強烈なチャクラを感じる。でもそれ以外にもいくつか。これは、そうか、この感じ。ナルト、お前も戦っているんだな。ならば話は後じゃ。マダラが復活したのなら、ここでおとなしくしているわけにもいかん。いいえ、戦場へ向かいたいなら話を済ませてからです。サスケ君が納得しなければ、あなたたちを使って木の葉を潰すことになりかねません。オロチマル、貴様。オロチマルとやら、心配するな。分かっておる。まずはその子を縛っておるわだかまりを解いてやる方を先としようぞ。さて、ではどこから話すべきかの。そうよ、まず里と忍びについて語るには、内葉と千住、マダラと俺についてからだの。激闘に続く激闘。マダラの鬼、もはや限界が近く。互いに
最後の激突が近いことを悟っていた。もはや今ここにあるのはただ逃走だ。行くぞ。何をしてるのか。正義を甘えてみよう。当たらんな。さすがはまだな。だが俺には守るべきものがある。お前には負けぬ。皆さん受けてみよう。とどめを刺せ。できないか。それが柱間、お前の甘さだ。くっ。俺は俺たちの、いや俺の里を守る。何があろうとも里を守ることが何より人を忍びを子供を守ることになると俺は信じる。たとえそれが友であろうと兄弟であろうと我が子であろうと里に仇なす者は許さぬ。本末転倒だな。それが里の闇に。俺はこの時覚悟を決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが、俺は確実に友を殺した。里のために。そう、里とは始まりに、マダラと俺が望んだ里とは一族と一族をつなげるものだった。無秩序から秩序を形作り、それを保つための大切な要だった。子供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だがお前の兄、イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そしてそれを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う、忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように。忍びとは耐え忍ぶもの、目
標を叶えるために。俺にとってそれが里作りだった。だがマダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言ったマダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは、具体的にどのようなものかは分からぬが、無限つくよみ、里も忍びも国も民も関係ない。ただ全てを現実にはめ己の思い通りに操ることだ。俺の兄があんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならばなおさらここにとどまっているわけにはいかん。果たして初代おかげの話を聞いてあなたの考えはどうなったかしら。やはり刃を木の葉に向けるのか、それとも。許せサスケ、俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を母を内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里をイタチを無にはさせん。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけね。では見せてもらおうじゃない。内葉サスケ、あなたが起こす新しき風を。